回報知オールスター、これから男子の3位決定戦を迎えます。昨年に引き続き東京の国分寺パークレーンで行われています。女子は見事に小山康代プロが初優勝を飾りました。さあ男子で残りましたのが西条がトップ通過、ラウンドロビントップ通過、そして第2位が塚原、第3位が谷口、これから塚原と谷口の3位決定戦ということになります。まあそれにしましても最初にも伺いましたが、松也さん、はい、女子といい男子といい本当にベテラン、そして強豪が残りました。この男子ですけども、この3人予想するのは難しいかもしれませんけども、どういうような展開になって優勝決定戦になだれ込むかと、加瀬谷さんに伺いたいんですけどもね。そうですね、女子の方でも言いましたけどね、はい、谷口、はい、塚原、はい、この2人は割合とインサイドが好きなボーラーですよね、要するに、ね、こう膨らます、はい、インサイドから外へこう出して膨らましてポケットを狙うという、それが割合好きなタイプ、はい、で西条はですね、アウトサイドボーリング、まあ、レーン右肩の方から狙うのが好きなんです、ところが今日のこの国分寺パークレーンのレーンコンディションはアウトサイドから狙うといいレーンコンディションなんですね。ですからそういう意味では割合今までのスコアから見ても西条は非常に有利ということは言えますね、ところが、まあ、先ほど言いましたようにたった1ゲームで、勝負を決めてきますんで、はい、先ほども言うような勝負があるか、ね、どっちについたか、ということによって誰なのかまだ分かんないですね。しかし笠谷さんね、西条プロはラウンドロビンを見ていましてももうレーンコンディションドンピシャでしょ。もうね、よく打ちましたよ。素晴らしいですよね。259、299、279、245、236、259、236、247でしょ。もう誰もね追いつかないですよね。阿部250ぐらいいってますかね、打ってるでしょうね、250ぐらい打ってるでしょうね、打ってますね、250以上になるかもしれませんよ。250以上かもしれませんね、はい、とにかく素晴らしい出来でここまで来ています。まあ加瀬谷さん、西条プロといいますと、去年栃木オープンで見事2年ぶりですか、優勝を飾りまして古豪復活になるということでね、すごい練習量も多いらしいですね。そうですね、まあ今ちょっと練習量からだけ言ったらですね、はい、ちょっと誰も追いつけないですよね、はい、なるほどね。そうしますと中山さんはいかがですか、この優勝、男子の優勝争い。男性は全く分かりません。もちろんね、男子があのラウンドロビンやってる時、中山さんも投げてらっしゃいますから、見てないと思うんですけども、このレーンにやってるというとやはり西条プロという感じになりますか。ちょっと分かりませんね。なるほどね、本当に、さあいよいよ男子の3位決定戦、まず谷口の第1投です。加瀬谷さん、はい、谷口それから塚原、この2人はラウンドロビンで後ろの方からぐん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 追い上げてね、最後、まあ、3位テレビ決勝まで残ってきたわけですよね。そういう意味では、まあ、上り調子という感じがするんですが、その点いかがでしょう。そうですね、この2人でも谷口の方が先ほどのラウンドロビンでは227対193で勝ってるんですね、はい、ではこの2人との中では勝ってますけども、先ほど言ったように2人とも割合とインサイドが好きなんです。はい、ところがこのレーンはアウトサイドから攻めた方がいいんで、それがどっちがうまくこのレーンを使いこなすかというところにあると思うんですよ。なるほどね、谷口はさっき13レーンの方でインサイドやっぱりちょっと中に入ったんですよね、はい、割合と塚原今これ外で2外アウトサイドの方から狙うところに立ってますね。どこら辺でしょうか。8枚目ぐらいになってますか。やっぱりね、これはね5枚目より中に入るとね、先ほど谷口もそう、今塚原もそう、はい、ちょっと左が残りますね、ちょっと真ん中がね油が多いんですよ、ですからなかなかこう中へボールが入ってこないんです。あ、なるほどね。ご覧のように7番ピンが1本残りました。まあ、谷口プロは通算優勝回数が4回、そして塚原プロが通算の優勝回数が18回、そして西条プロが通算の優勝回数が20回、いずれも優勝経験、そしてこういう、まあ、テレビ決勝のような優勝争いにも慣れています。それだけに見応えがあります両者。最初は全く同じ9本カウントスペアでスタートしました。谷口塚原の両プロであります。この大会はお分かりいただけます、いただけるかと思いますが、1人が最初に第1フレームを投げますと、その後次の人が第1フレーム、第2フレームと交互に2フレームずつ投げていきます。
これから塚原プロの左のレーン第2フレームです。これはストライク。昨年はジャパンオープンとオロナミン C カップを勝ちました。ピンカメラでご覧いただいていますピンアクション、やはり加瀬谷さん、はい、きっちりとポケットに来ますとピンの倒れ方もこう、まあ、なんていうんですかね、整然としてるといいますかね、そうですね、ピンがピンを倒すという、ね、今がね、大体な6枚惜しい、これは本当なのタップと言われるんだそうですがね、8ピンが残るというのは、はい、まあ、普通10ピンとか4ピンとかちょっと厚かった薄かったっていうんですけど、これはもうバッチリポケットに見えだと思うのがああいうの登り方しますからね、まあ、タップしないように投げるのはあの上手なのはサージさんですね。あ、そうですか。意外とそうじゃないかなと思うんですけどね。中山さん、そのタップした時、まあ、こういう大きな大会でですね、タップして、まあ、この1ゲームしかありませんから、そういう時のその選手の気持ちというのはどうなんですか。とにかくはもう自分でですね、スピードだけ気をつけるっていう、私は、まあ、私はそうなんですけどね、とにかく悪くなるとすごくもうボンボンストライあのスピードが出すぎますから、やはりあの力が入ってしまうんですかね。そうですね、力が入ってしまうんですね。なるほどね。谷口武志のちょっとですからね、はい、あのタップのあれというのはストライクとタップの違いはね、もう紙一重という。谷口の第3フレームです。まだストライクがありません。あ、ようやくストライクです。第3フレームでようやくストライクが来ました。谷口と言いますと加瀬谷さん、はい、ジャパンカップの第1回のチャンピオン。そうですね、まあ、アメリカから16人、日本から上位16人、はい、その中で日本で優勝しましたもんね。そうですね、昨年はランキング第14位、ハイネケンパワーズで5年ぶりの優勝を飾りました。一方の塚原は昨年のランキングが第3位、この大会の昭和59年のチャンピオンです。うーん、あー見事、素晴らしいね、ダブルです。素晴らしいですね。今塚原がワンマーク約10点リードですね。そうですね、はい、あ、ボールの回転もよくお分かりいただけると思います、はい、オロナミン C カップでは昨年優勝を飾りましたが、その時は原田明夫プロと大激戦を繰り広げました。その時もストライクの打ち合いでした。塚原プロ1枚目、あ、これは天秤がタップ。この狙い方からだとやっぱり西条の方があの好きなレーンコンディションですからね、ちょっと打ちそうですね。あとこの後勝った方が西条と当たるわけですよね。そうですね、もうボーリングファンならよくご存知だと思いますが、ステップラダー方式といいまして勝ち抜き戦です。簡単に言ってしまうと勝ち抜き戦。第4フレームスペアは難なくマークきれいに取りました。塚原でやります。ここまでわずかに塚原がワンマークリードしています。第4フレーム谷口ストライク、これでまた並びました。女子の優勝決定戦もそうでしたが、まさにがっぷり四つ、谷口武志対塚原嗣男の対戦であります。男子の3位決定戦、ああ倒れた、ああいうやつですよね、今だってあのスプリット4番9番というスプリットになりかけ、はい、その4番が倒れてその4が9を倒すとはめったないんですよ。今スローモーション、スローモーションご覧いただきましょう、はい、これ一番ピンに厚くいきましたね、で4番があの9番を倒すというね、あれだいたいね9番の右か左行っちゃって残っちゃうんですよ。あ、そうなんですか、だからああいうのがねかなりあの活かせれば、やっぱり勝負運というのはああいうところに出てくるんですね。そうですね、さあ流れが変わるか塚原です。ちょっと熱いですね。中山さん、今前に谷口が4番ピン、9番ピン倒してストライク、今はもう、まあ、ちょっと熱いという話でしたが惜しくも天秤タップ。う、ね、何かこう流れがちょっと変わってきたかなという感じありますね。そうですね、でもあのまだ5フレームですからね、はい、分かりませんから。そうですね、
でもレーンはちょっとやっぱ谷口さんの方がね掴んでるみたいな感じするんですよね。あ、そうですか。この天秤は問題なく取りました。逆に今度は谷口がワンマークのリードであります。こういうレーンはですね、結構女性にはいいんですけどね、はい、男性の場合はちょっと早すぎんじゃないかなと思うんですね。あ、そうですか。回転がすごく多いですよ、男性の場合は、はい、結構その面はこう滑る率があるんじゃないかなと思うんですけどね。あ、なるほどね。だ女性が打てても男性が悪い時もあるし、ですから本当分かりませんね、こればっかりは。はい、はい、ストライク。あ、しかし春日さん、今投げた後ちょっと首をかしげてましたね。今5番、7番のスプリットの鳴りかけですね。そうでしたね、今スローモーション出て今5番が残って、あ、さっきの谷口と同じで4番ピンが5番足しましたね。そうでしたね、はい、まだこう納得しないような表情です塚原。5番7番のピンが残るというのはちょっと薄め、うん、ヘッドピンに当たってくるの薄いんですね。というのはボールが中に食い込みが少ないんです。あ、ね、これは綺麗でした。コース、今のペースだと220持ってきますよね。はい、そういえば笠谷さん、ポジションマッチの時も、はい、谷口プロはホクラプロとですね、はい、3位を争ったわけですけども、あの時もストライクを、ね、続きまして ね、 ね、すごかったですね、最後のゲームですね。ツーマークですか、まあ、そうですね、今ツーマークですね、さあストライクの打ち合いです。第7フレーム、谷口、これは今中山さん、ちょっと 薄かったっていうんですか、伸びてしまったよね。伸びてしまいましたね、だから油のちょっとあるところにボールを落とすと右にちょっと流れちゃうんですよ、あ、なるほどね、逆に中山さん、はい、落としどころさえきっちりと捉えればもうこれはストライク量産できるなっていう感じのレーンになるわけですね、そうですよね、うん、男性の場合は結構回転で倒しますからね、はい、女性はどちらかというとコースになる、意外とエースコースになりますね。これは問題ないでしょう。ああ、ミスが出ました。うーん、今そんな感じがしたなと思います。あ、そうですか、今スローモーション出ましたね、ああいうね、手前自分の方に近い方のピンだけをスポンとこう1本取るやつをチョップするというんです、後ろのピンじゃなくてね、チョップっていうのは空手チョップとかね、こうスパッと滝が割れるようなことを言うんですけどね、はい、もうまさにチョップ。今度は逆に流れは塚原、どうでしょうか。第7フレーム、あー、ストライク、さすが塚原です。これで追いついたんじゃないんですか。これでそうですね、これ今ダブルですから、こっちダブルです、はい、追いつきましたね、これで。そうですね、谷口の方は4つ続いてますけど、ワンミスですからターキーと同じなんですよ、はい、だから塚原の方はダブルが2回ありますから、ね、やっぱりターキーと同じ計算になるんですね、はい、だから今だいたいあとピン差です。ピン差でもってちょっと谷口はワンピン、ツーピンだけいいんですか、はい、現在第7フレーム終わって谷口が155であります。ですから塚原がこれが一つ来ちゃうとワンマークアップ10点。さあどうでしょうか、あー、来ました、ターキーガッツポーズが出ました塚原。これで約10何点、まあほんのワンマークですね、はい、塚原が逆転しましたね。なおもうこの両者の対戦ではありませんが、テレビ決勝でパーフェクトが出ますと UCC 賞としまして100万円が贈呈されることになっています。そうですね、はい、去年もありましたよね、はい、あと優勝決定戦だけですね。そうですね、4番が揺れていますがダメです。ちょっと今スピードがあったみたいな感じしますけど、はい、中山さん、こういうゲームはまあ1ゲームで決まるわけですよ ね、 そうですね、こういう時その自分のリズムを取り戻すというのは非常に難しいんでしょ、難しいですよね。特に先ほども言ってましたようにね、谷口プロは割合に中を使いたいボーラーなんです、はい、だから中から行っちゃうとちょっともうこう真ん中の方がまだみんな使ってないし、油が多めなんでスッと伸びちゃうんですね。伸びちゃうね、ですから外から行きたいんですけども
どうしても言う今みたいなピンが残っちゃうんですよね。なるほどね、自分のボールに合ったレーンコンディション、それをつかむというのがいかにボーリングでは大事かというのがよくわかります。そうですね、プロボーラーというのはもうインサイドとかアウトサイドとかいろいろなところからもちろん練習しているときはしてるんですけども、はい、やっぱりね、なんて言いますか、得意なのと不得手なのとありますよね、はいはい、さあ問題の第9フレーム、もう後がありません。谷口ストライクが欲しい。またな8枚目ぐらい中入ってね、スランと伸びていっちゃった、ね、ちょっと油の多いところね、あれでね5枚目ぐらいだと今度は谷口のボールは曲がりすぎちゃうんです。あ、なるほど、あ、そうですか。4枚5枚いっちゃうとねグワッと入りすぎちゃうんですね。はーはーはー、もう一度今のスローです。薄かったですね、薄めですよ、一番ピンに少な、薄かったです。バケットです。こうなりますと次で塚原が来てフォース、これは、はい、取りました。次でもし塚原ストライクを取りますとフォース、加瀬谷さん、はい、もしストライクだとほぼ決まりになりますか。そうですね、200、もう一つ来ると230のペースですね、はい、それで、谷口の方はあと10フレーだけですから、はい、残すのは191の221までしかないですね。そうですね、さあ、はい、第9フレームどうでしょうか。ストライク、フォース。これでほぼ勝利を確定的にいたしました。中山さん、はい、最初は、はい、今スローモーション出てますね。はい、もう完全にレーンを使いましたね。最初はね、谷口がこう リズムを掴んで、そうですね、しかしその。ピンを2本残してそれをミスしたことによってムードがまたガラッと変わるというね。そのがやっぱり塚原さんですよね。うまいですね、あ、見事です。さすがベテラン、そして強豪。あ、今谷口プロの表情が映っていましたが、もう先ほどのあの険しい表情はありません。優勝決定戦にはこの塚原嗣男プロが臨むことになります。最後も倒れました。最後も4番ピン。あ、ご覧の笑顔です。決まりですね。はい。はい、もう一つストライクが出て253ですか。そうですね。58ですか。258ですね。はい。しかし。加瀬谷さん、はい、後半の塚原プロもずっとストライクを続けているわけですけども、勝負強いですね。あのね、塚原ってのはね、本当にストライクが続く選手なんですよ、だから対戦相手は嫌な相手ですよ。そうでしょうね、すごいですね、素晴らしい、素晴らしいですね。我々、アメリカでもそうですけどね、はい、おととしでしたかな、その前ですか、オクラホマで299出したんです。それももうアメリカの選手がみんな総立ちでしたけどね。そうですか、来た、惜しいな、惜しい、もう300出たと思ったですよ。ずっとストライク出して最後に7番ピンがタップしちゃったんですけどね。なるほどね、もう本当ストライク出し始めんとどうにもよく続く男ですよ。だからもう本当自分と対戦したらやないという、ね、そうでしょうね、爆発力がある選手です。そうですね、やっぱりねストライク続くっていうのはね、レーンコンディションを読んだらそこへ毎回同じところへ投げられるっていうことですよね。さあ、これが最後の投球になります。谷口、最後はストライクで締めくくりました。結局塚原が258対210で谷口プロを下しまして優勝決定戦に駒を進めております。加瀬谷さん、はい、この試合振り返っていかがでしょう。そうですね、ゲーム的に非常に良かったですからね、はい、258と210という、まあ、塚原の最後の、はい、ストライクずっと続けたというのが勝因ですけどね、これも間で1個空いてればまだ谷口いくらでもチャンスあったわけですがね。そうでしたね、まあ、チョップが谷口の、チョップしたのがちょっと効いたんでしょうね、まあ、結果的にはそこで、あれが勝負の分かれ目だったですね、はい、ご覧のようなスコアになっています。中山さん、一言いかがですか。分かりませんね、ボーリングっておっしゃる通りですね、
それではコマーシャルをご覧いただきまして、その後いよいよ、男子の優勝決定戦に、ご覧いただきたいと思いますが、男子の優勝決定戦は塚原プロ対、西条プロの対戦になります。西条プロといいますと、もう歴代の優勝チャンピオンの一人、昭和48年と49年、この報知オールスター2連覇を達成しております。そして通算でも20回の優勝、昨年はなんと12年ぶりに栃木オープンに優勝しまして、トーナメントの優勝を飾りました。古豪復活なります。